シキョンとは、現在のチベット亡命政府であるが安全ポタンの政治上の最高指導者を表す用語である。チベット亡命政府の政治最高指導者と訳され、また、摂政、首相というわけもある。チベット亡命政府は、シキョンは、チベット中央政権の主席という意味としている。中華人民共和国の地方官である、チベット自治区人民政府主席とは全く別の地位で、ある。 2012年まではこの地位はカロンティパと称されており、これもまたチベット亡命政府首相と訳されてきた。1959年のチベット臨時政府の樹立以降も、カロンティパは事実上の元首であるダライラマ14世に従属する立場であった。2001年に民主的な選挙プロセスが確立されて、以降は亡命チベット人により選挙で選ばれるようになった。 公選で選出された初のカロンティパは、2001年8月20日に行われた選挙で、得票率84.5%で選出された第12代のサムドン・リンポチェ5世、ロブサン天人である。現職は2011年8月8日に就任した、ロブサン宣言。2011年現在、副主席大臣にあたる役職は設置されておらず、任期途中で辞任した場合は新たに選び直す。 任期は5年であり、参戦は禁じられている。2011年3月、ダライラマ14世は、政治的立場から退く声明を出し、これを受けて、同年5月に亡命チベット人憲章が改定され、それまでダライラマの有していた政治的権限などが、カロンティッパに異常されて、カロンティッパが、政治上の最高指導者となった。翌2012年9月20日、 第15期中央チベット政権議会は、亡命チベット人憲章を改定し、カロンティパの称号を、ョンと改めた。ありがとうございます。